本田ダを守る忠実ザネ検証費。ホンダザネは、戦国時代の三河国の武将。松平氏の家臣。本田忠た豊の次男として生まれる。兄に、忠だがいる。槍の名手として知られる。天文14年の三河国安城城攻めにおいて、父、忠だ豊。天文18年の安城城攻めで、兄、忠だが討ち死にすると、兄嫁とその子、鍋の助を、 結城に保護し、読み書きから武士としての心得など、老いの鍋の助を教育した。永禄三年、桶狭間の戦いの前哨戦である、和室取りでの攻防戦で、初陣の忠勝を補佐。この際、忠勝が、小田方の武将、山崎多重郎に打ち得られそうになった時に、槍を投げつけて、窮地を救っている。その後も、忠勝の補佐的な役割として、 数々の合戦に従軍した。特に A64 年に、終わり国岩瀬で、水野信元との合戦で先行を立て、A66 年に、三河一行一揆の際には、家康方として、岡崎城に赴いた。元気3年12月、三方ヶ原の戦いで、退却の際に、自ら殿を買って出て、旗差し物を左右に突き刺し、ここから後へは一歩も退かぬと言って、 追走する武田軍に切り込み、打ち死にした。なお、ただねの着難であった菊丸は、父の命で家康を援護しつつも、無事に浜松城に退却できたが、後に父を三河に葬った後に出家したと言われている。ありがとうございます。